部長です。紬だよ。積んだもんなのだ。もうそろそろ夏も終わるね。とりあえずは夏を乗り越えた感じだな。僕はひたすら研究に没頭できてよかったのだ。これからは冬を意識して食べ物を蓄えないとな。紬にかかっているな。栽培できるの私だけ。よろしくなのだ。このまま3人で続けるのは厳しいので、人を受け入れる準備をしておかないとな。具体的には？新しい部屋を用意する。なるほどなのだ。しばらくは病室と牢屋として利用することになるがな。え、まだ人も来てないしいいのだ。私の農園が潰される。これは設計を誤っていたようだな。これも生き抜くためなのだ。ふっ。また農地は新しく開拓すればいい。そうだけどね。さて、冬支度として収穫を優先しておこう。ここは私が頑張るしかないね。ひたすら収穫を頑張るよ。俺とズンダモンは運搬を頑張ろう。研究中なのにしょうがないのだ。あと働く時間と休憩時間を決めておくか。そうだね。基本6時、12時、18時を娯楽の時間。娯楽は重要なのだ。そして7時から11時、13時から17時が労働。なんか会社みたい。そういえばここは会社の中だった。で、残った睡眠時間以外は自由時間だ。自由時間も重要だね。本当に会社みたいで嫌なのだ。会社員は枠から外れなければ安定しているぞ。そうかもしれないけど。じゃあ収穫始めるね。荷物運びは任せろ。任せるのだ。結構育ってるね。早めに農地開拓しておいたからな。結構重いのだ。稲刈りって大変だな。農家の人に感謝しないと。まだ取りに来てくれない。私も運ばないと。みんな何してるんだろう。料理も準備しないとな。僕は研究に戻るのだ。おい、大体収穫も終わったかな。もう少し米は欲しいところだな。まだ下に物落ちがあるから。そっちも取ればそれなりになるのだ。とりあえずはここの分は収穫しちゃうね。頼んだぞ。任せたなのだ。私は木も切らないといけないのに。あと少し頑張ろう。くわわった。荷物運びは任せるのだ。料理は任せとけ。この人たち何事だ。電気系統がショートしたようなのだ。どこ。火事になってる。早く消さないとな。みんなでやればすぐ消火できるのだ。何のんきに禁止設定しているのだ。私が消火に向かうわ。先に僕が消火に向かうのだ。へい、へい。俺も向かうぞ。私もやる。遅れてすまん。発電機が。後で直しておくから心配するな。まだまだ暑いから早めに頼むのだ。わかってる。そういえば備蓄も室内に置いていないと劣化するな。木材も余ってるし壁を作ることにしよう。あとはドアをつければ。これで設計はいいだろう。私は下の農地の収穫に入るよ。運搬は任せるよ。って誰も来ない。悪い、他のことを優先していた。しょうがないので僕も行ってやるのだ。貴重な食料を作ってあげてるのに。そんなことを言うななのだ。まあ落ち着いて、後で取りに行くから。とりあえず私が運ぶよ。すまんな。僕たちも今から運ぶのだ。ようやく手伝ってくれる気になったみたい。ようやく部屋が完成だ。一つは病室、もう一つは囚人室だな。これで怪我人が出ても専用の場所ができたね。まだ誰も落ちてこないのだ。準備はしておいて損はないと思う。その通りだ。本当に他に手伝ってくれる人が来てほしい。まだ秋だし収穫できるよね。お米を作っておかないと怖い。もう結構備蓄はあるのだ。米も1000を超えてるしな。
冬になったらどうなるかわからないし。冷凍室もあるし大丈夫だと思うが。問題が発生するとしたら人が増えた時なのだ。そうだよ、ちゃんと準備しておかないと。俺は料理でもするかな。僕は研究。この人たち自由だな。おっと、誰か来たようだな。トレーナーかな。そのようだ。シルバーがないので稼いでくるのだ。何か売らないといけないな。いろいろ多めに作ってるから何とか売ってきて。やはり俺が行かないといけないな。さて、ここは布を売るしかないか。とりあえず相手もお金を持ってないようだし、これぐらいでいいだろう。取引成立だ。お金はちゃんと回収しないとね。僕に任せとけなのだ。任せとく。家の中の備蓄ゾーンも手狭になってきたから、外に置いておいても大丈夫なものは外に置くようにしよう。基本的に塊は外でも大丈夫だよね。家の中をきれいにしたいしな。賛成なのだ。あと邪魔な壁は解体しておこう。ちょっとずつ形になってきたね。まだまだやらないといけないことは多いのだ。あとは各備蓄ゾーンに配置できるものを設定だな。家の中のものも忘れず設定だね。その通りなのだ。なかなか手間だよね。ようやく新しい部屋ができた。ここは何に使うの？作業部屋か娯楽室だな。これで落ち着いて研究できる環境ができるのだ。と言ってもまだ作れるものも少ないので、今すぐ活用ってわけにはいかないがな。そうなんだ。そんなに怒らないで。僕は石を削るのだ。木材も余ってるし、今のうちに新しい個室を準備しよう。人を迎える準備だけは進むね。急に来られても困るからな。それよりも最近は汚れが目立つのだ。土床だからな。木が余ってるんだったらフローリングにしたら。それも検討しておこう。一旦個室もできたし、そろそろ床をきちんと張っていこう。だんだん人間らしい生活に。ようやくなのだ。まずは各個室と廊下だな。あと研究室、検査業部屋も頼むのだ。食料保管庫も忘れないでね。わかってる。あと普通の倉庫もフローリングにするか。これで生活してる部分はだいたい綺麗な床になるね。せっかく食堂を抗菌タイルにしたのに意味がなかったのだ。ちゃんと床になれば掃除が楽になる。ただ問題は木材だな。足りないの。足りないな。じゃあ木を切ってこないといけないか。頑張るのだ。はい。やはり木材が足りなくなったな。それでも私の部屋はフローリングになった。僕の部屋はもう少し。俺のところは結構残ったな。優先順位をつけてやればよかったね。一気に指定してしまったからな。倉庫の床は後でよかったのだ。まあしょうがないね。また木材の調達が完了するまではこのままで。我慢が必要だね。我慢してやるのだ。土床でなくなったから本格的に掃除するか。ようやくきれいになるのだ。なかなか頑固な汚れだな。せめて台所周りはきれいにしておきたいところだ。私は収穫を頑張ってるからそっちは任せるね。僕は荷物運びで大変なのだ。そこそこきれいになったな。完璧じゃないけどよしとするのだ。ずんだもん好きだ。何この茶番。ずんだもんと恋人になったようだ。そうなのだ。そういうもんなんだ。とりあえずダブルベッドの提案があったからそうしよう。そうしよう。これができるまでしばらく待ってくれ。分かったのだ。トレーダーだな。またとりあえず布を売ってシルバーを稼いでおくか。これでよし。忘れず回収はしておくのだ。これでダブルベッドは完成だ。やったなのだ。ここは部長と僕とで使うのだ。なんか複雑な気持ち。あくまでゲームだからな。僕は先に寝るのだ。俺も寝よう。本当に二人で寝てる。漂着物が来たようだ。なんだろう。場所を確認するのだ。資材っぽいね。フェノキシリンとあるな。ちょっとした予防薬なのだ。じゃあ確保した方がいいね。
何かを着た。救出イベントのようだ。ようやく人手を増やすチャンス。まだまともなやつかわからないのだ。とりあえず場所を確認だ。ちょっと通そう。1点2日の工程だな。行けなくはないか。で、どうするのだ。ここは確実に仲間になるようだし、ぜひ助けたい。ただ道の脅威もあるようだ。無理しなくてもいいのでは。とりあえずキャラバン隊を組むよ。私が助けに行く。お前一人だけでいいのか。うん、そっちはまだやることがあるでしょう。トラブルは借りていくね。わかったのだ。食料は多めに持っていけばいい。わかった。とりあえずこれぐらいもらっていくよ。すぐに腐るとか言われてるのだ。まあ気にしなくていいだろう。今持っていけるのがこれだけだからね。では救出に行ってきます。頑張ってな。無理はするななのだ。さて二人だけになったな。今は家をきれいにするのだ。わかっている。もう少しでフローリングも完成だ。ようやくきれいになるのだ。土が入らなくなったおかげで食堂もきれいになったな。紬が帰ってきたらびっくりするのだ。ちゃんと助けられればいいが。そこは部下を信頼するのだ。そうだな。どうやら紬が目的地に着いたようだ。じゃあ紬たちの様子を見るのだ。さてどこにいるのかな。いた。まずは武装を解除、そして救出の申し出。早く助けに行かないと。雨の中進むのつらいな。でも相手はもっとつらいはず。あと少し。大丈夫。とりあえず確保。これから拠点に戻ろう。キャラバンを再編して目的地を拠点。念のため自分たちの拠点か確認しておかないと。間違えたら食料が尽きちゃう。ボイスボックスになってるから合ってる。出発しよう。もうそろそろ紬たちが戻ってくるのだ。一応新人の部屋も完成したぞ。あとは戻ってくるのを待つだけなのだ。まともなやつならいいのだが。とりあえず来てから考えてもいいかもな。働き手が欲しいのは事実だし。ただいま、戻ったよ。お帰り。お帰りなのだ。とりあえずこの人を運ばないと。私が運んでいくしかないか。もう少し我慢してね。木綿畑過ぎたからあと少し。到着。とりあえず寝てて。お帰り。荷下ろしして。さっさと仕事しないと。偉いのだ。彼が目を覚ましたら何ができるか確認だな。 Where is here? なんだ。どうしたのだ。嫌物を飛ばしたんだ。ほっとくのだ。そうだな。Shit. さて一仕事終えたし。あ、起きてる。君名前は？ Oliver。 オリバーか。よろしくね。よろしくなのだ。これで人手が増えて楽になるかも。頑張るのだぞ。 Sure。 ようやく4人目だな。食料もちゃんと確保しないとね。オリバーは工芸と地力、採掘、建築も大丈夫そうだな。 Leave it to me。では何をしてもらうのだ。そうだな、工芸はそのまま生かして。研究、
裁縫、鍛冶、採掘あたりをやってもらおう。これで私の負担が減りそう。だいたい冬支度は終わったね。食料もあらかた確保できたしな。その分研究は進まなかったけどな。でも人も増えてよかったじゃん。これから冬をどう乗り切るかだな。一応ストーブは用意したが、これから困るのは電力問題かな。僕も早く地熱の研究をしたいのだ。あとコンポーネントも不足しているのかな。これから積極的に他の都市に買い物行かないとダメかも。新しいメンバーも増えたから、その辺りは分担しながらだな。喋ってる間に冬になっちゃった。今回はこの辺りで終わろうか。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしく。また見るのだ。昭和冗談走りの挨拶と笑う声乗せ駆け出したミルキーウェイ、予定の時刻通りメトロポリス、汽車から見下ろす煙を出して愛想